石光寺は奈良県葛城市にある浄土宗の寺院。出土遺物等から飛鳥時代後期の創建と見られる古寺で、中条姫伝説ゆかりの寺院である。境内には中条姫が蓮水と曼マンダラを織りなする際に蓮水イを染めたという井戸、染めの糸、糸を干したという糸がかり桜があり、染め寺と通称されている。観光的にはボタンの寺として知られ、境内には ボタン、シャクヤク、アジサイ、サクラ、サルスベリなどが植えられている。関西花の寺25霊状20番札書。天皇淳の解散と伝えられる。原稿釈書等に記載される演技によれば、天智天皇の時代、霊光を放つ大石が見つかり、天皇の直命を受けてこの石に、弥勒如来を掘らせ、道具を混流したのが、始まりとされる。1991年には、 魅力堂改築に伴う発掘調査の結果、飛鳥時代後期の石像におらい座像、瓦、原、戦物が出土した。この時の発掘調査で、平面五軒、X 島の銅跡が検出され、前述の石仏はこの銅に安置されていたものと見られる。また、境内に、飛鳥時代後期と言われる塔の真相がある。当時は、中条姫の破水と曼ラ式聖伝説ゆかりの、 地として知られ、境内には伝説にちなむ、染めの糸、糸がかり桜がある。中条姫は、伝説上の人物で、大納言、藤原と成なりの娘とされる。説話によれば、美貌で知られた、中条姫は17歳で出家した。ある日、中条姫は、蓮の茎を集め、糸を取り出し、石光寺の庭に掘った糸に糸を浸したところ五色に、染まった。 中条姫はそのハス糸で、一世のうちに東間曼荼羅を織り上げた、天平法治7年のことという。その糸は、染めの糸呼ばれ、その際、糸をかけた桜が糸かけ桜であるという。研究3年成立の研究五巡礼記に紹介される説話では、曼荼羅は、横萩の大画言の娘の願いによって作られたものとされている。この時点では、中条姫の名は見えず、 娘の名が、中条姫、父が、藤原豊成に固定するのは、室町時代以降のことである。前述の刀身祖、染めの胃、糸がかり桜のほか、与謝野秋子、与謝野鉄管、尺長空の花火がある。花の寺としても知られ、境内には、ボタン、尺薬、紫陽花、桜、猿滑り等の花木がある。ありがとうございます。